はい、どうも、妖怪三国志国取り図、今回もやっていきます。始まりましたね、3周年キャンペーン。一応ね、前回の動画でいろいろ話したんだけど、今回はね、ダッキね、ゲットしていきたいと思います。ダッキね、いろいろ睡眠がついにね配布で手に入るということで、取り付くが4体でね、超サボり睡眠ということで、まあ、最近の国取りがね、結構その防衛5万以下、あれで4体防衛とかね、やってるんで結構いいのかなと思いますし、必殺でもね、睡眠があるということで、ダブル睡眠なんだね、これね。はい、ちょっとゲットしていきましょう。エンマのダメージダウン。ダメージダウンか。なんか、潜在はいまいちっちゃいまいちなのかな、どうなんだろうな。まあ、守りが硬そうですね。ということで、ボスの弱点、今回、今はね、第一形態なんで、うっすら不気味火属性。この前もそうだったね。で、勇まし豪傑水の、プリッポか雷ということでね。まあ、これはね、今後準備していきましょう。特攻もね、ガシャね、引けばあるのかなというところと、今ね、金貨増量キャンペーンやってますんで、まあ、そこが 1.5 倍だからね、いいのかなって感じかな。はい。ということと、あとね、今回メンテナンスが終わって、パワーアップ妖怪とね、群馬市にね、今回いますよね。なんか、国取り金貨ね、やるときになんかぶつかり強くなったなと思ったんだけどね、小生赤鬼両夫がね、強くなりました。力とかヒットポイントとか、回避が上がって、攻撃速度もね、パワーアップ妖怪いつもそうだけどね、上がりましたね。取り付くもなんかバトル開始5秒になったし、必殺技もね、単体から全体になりましたと。そして潜在もね、晴れ男が強化されてクリティカル王になりつつありますね。ちょっといいパワーアップじゃないですかね、これ。そして草薙はね、もともと単体打ち消しがあったのが、それはそのままか。これありがたいね。私的に戦力これかなり上がったと思います。ちょっと後で見てみましょう。全体的に能力が上がって、力回避アップの効果がね、5になりました。必殺技単体は変わんないけど、妖気ゲージが溜まるまでの時間が短くなったと。威力は100が上がったのかな。そして全体的にクリティカルぶつかり、全体的に能力上がったっていうか、すごい上がりだね。そして早々、私これ超10突してるから楽しみなんだけど、全体的にパワーアップしてるね。必殺も単体から全体になったし、溜まる時間も短縮。命中アップとクリティカル 20% になったって、これどうなんだろう、カゴスキル。はい、まあそんな感じで、ちょろっとだけ見ましょうか。誰だっけ、赤鬼リョフと、勇ましだ。そうだよね、全体でも草薙すごいね、戦力7500までいきました。なので全体でもかなり強い方。そして赤鬼リョフね、さっき前回の動画、前々回ぐらいかな、3突させたんだけど、小政府だ焦って買ってね。これただの赤鬼だ、こっちだ。はい、いいですね、強くなっちゃいましたね。はい、まあちょっとね、どんどんこいつはね、小生召喚妖怪なんで強くしたいなと思います。草薙一軍になりましたね。バリバリの8突なんでね、超3突の小生生ハゲに肉薄してきましたね。これはナンバーワンになるかもしれません。はい、ということで、ちょっと討伐戦終わっちゃうんでね、先にやっちゃいましょう。10万でね、ダッキーがゲットできるということで、もう超頑張っちゃいましたね、第一陣だけ。いいんです。で、一応ね、第一形態だけで倒せるようになったかな。まあ一応超混乱が効くんで、これやって、超混乱。
そっからの一応カゴがね前半を聞くんでカゴやりたいと思います。第一形態はうすらかげ不気味の火が苦手ってことで、さっちゃん育ってる人はねいいなっていうところかな。うん、あとダックコマーね、これが1月下旬に創生化するみたいなのでそれも楽しみですね。まあうすら不気味は結構強いの多いんで私の手持ちは、なので火の妖怪よりも、うん、このうすら不気味メンバーちょっと今見えないけどね。ですぐやっちゃうと、ジュインクの加護が早く切れちゃうので68でダークコマー打ったらこれでおしまいですね。そう、私雷風メンバーね、うん、小生衝突大メンバーがいるんで今回もね、あれ間違えた俺、まあいっか、一周でいけたのにな、なんでこんなこんな本番で失敗しないでほしいなさ、金貨4000枚ゲットできるのかな。あの一周で終わるとね4950ぐらいね金貨がもらえるのでちょうど10万貯まるんだけど、こうやって途中でやられちゃうと困っちゃうな。何がいけなかったのかな、カウンター何回もやったのにな、本番で失敗するなんてかっこ悪いぜ。まあとにかくね、私のやり方はいつもね最初がね弱いので、なるべく最初にねポイントとか金貨を稼いじゃおう作戦だけど、結局ね後半に追い抜かれてね500位とかはなかなか入れないんだよね。うん、ロボニャン超運動すからな、センスがあと2冊余って、1冊余ってかな。あ、でも4000ギリギリいったんで10万ポイントはゲットできました。はい、まあこんな感じで、うん、1列目のみんな活躍してくれてるね。ダークコマーがね大活躍ですね。はい、ということで10万貯まりましたのでゲットしちゃいましょう。もう全部使っちゃいました本当はね第5形態の時にね抽選しまくりたいですけどね、本当はね。じゃあ早速ゲットしましょう。はい、ということでね、ダッキを初ゲット、小生後ね糸も簡単にゲットできますので、この陽気比のような枠ですかね、いやいよということでダッキを初ゲット。カイマですね。カイマのとこもう一個あるな、あれは誰なんだ。カイマが一個空いてますね。うん、まあ小成功もねこの後ガシガシとゲットしてって、まあ夢の限界突破できたらいいけどね。はい、もうちょっとねもう討伐権はフルスロットで使っちゃいました。世界最速ゲットかな、違うかな。今多分私今7位なんで、特攻とか持ってる人早いのでね、この時間でゲットしてる人は多分でも20人もまだいないと思うんで、うん、はい、かなり早いゲットとなったかなと思います。はい、そしたらね明日はちょっといろいろガシャ回したいなと思います。対抗棒ね、うん、これ強いよね、チケット全然ねえじゃんっていうね、うん、無料ガシャだけやっちゃうか、これもいいよね、マイルを貯めて10連チケットとかね、これ最初に来るんか、マイルで貯めてね、あの10連チケットぜひね、金か、この期間内にね、ぜひね、調整当てたいですね。あとは、おお、ここできたか。水とか当店だけ、まあでもマイルが貯まるのがねいいところ。そしてあとごめん、小生召喚妖怪も増えたはずね、厄介がね増えましたんで、厄介もねゲットしたいなと思います。この辺は国取りコインでね電波小僧ゲットしたいなと思います。ダークニャンか、はい、なんでこいつもとくととね小生召喚してお見せしたいなと思っております。あとは郵便にいっぱいコインがねもらえたんで、なんかすごいよね、
これもちょっとお見せしたいなと思いますけどね。ほんとどうしましょうねこれはい、3周年ね、ちょっとログインとかして。私ビンゴ全然ダメだったんですよ。ダブルアップ2回失敗しましたね。はい、そんなんでクイントリ金貨いいな、なんかたくさんもらえたんで、これまた備えたいなと思います。はい、じゃあちょっと最後ね、誰でしたっけ、ダッキー見て終わりにしましょう。90妖怪なんだね。限界突破は小成婚でもできると。ですき焼きも食わずに上がるわけじゃない、すき焼きは食うらしい。うん、まあちょっとこれはちょっと開けときましょうかね。で、もっと私を見て。うん。で、必殺がヒットポイント吸収、全体吸収、じわじわ睡眠、陽気減少、35秒でいけると。で、取り付くが敵全体に超サボり睡眠ということで、味方全残り4体なんで、4体防衛作ったらね、すげえ厄介なやつがあれなんで、今後4体防衛でねやたら見るんじゃないかなと思いますね。まあ命中とぶつかりダウンがあるからな、厄介な4体防衛になりそうですねエンマが来ても潰されないように。なるほどね、という感じで、はい、いい感じですね。これ4体防衛ね、これでうまく作りたいなと思います。群馬市に誰つけたらいいかな、光栄だからね。はい、こいつもとっととねレベル上げてやりたいと思います。珍しいね、国取りのポイントアップになってるね、ちゃんとね。うん、で次のねイベントでもきっと金貨アップとかポイントアップになると思うので、ぜひねうまく育てたいなと思っております。小生召喚は増えて、合成は今回流玉なしか。うん、なんだけどなんかね流玉パックみたいのがあったんで、はい、できたらまたねミストシャドウが超ごとつで育ってるので、ミストシャドウまたね狙いたいな。最初の 5がこれだよね。こいつらは私あんま育ってないので、うん、あと第二形態がプリッチ雷が苦手なので、ピンクエンペラーをね私超十突しちゃおうかな。あ、超十突じゃねえが、十突して超突もしちゃおうかなと思ってますね。小成婚ねぶっ込む第2弾は、うん、ピンクエンペラーにしようかなと思ってます。センスも1個余ってて、スカイスネーカーもねいつの日かやってあげたいなと思ってます。今回の動画もちょっとかなりね長くなってしまいました。パワーアップ妖怪とパワーアップグマシンね、そうそう強くなってくれたね。これカゴスキル、うん、やっぱこのアイテムドロップあるからよく使うんだよね。なのでソウソウがねもう戦力的にも一軍になってくれたのはかなり嬉しいですね。はい、なのでいい感じの戦力アップになってきましたね。うん、ソウソウ強いと本当いろんな周回で楽になるんでね、助かりますね。はい、ということで今回こんな感じにしましょうかね。本当に盛りだくさんで、やることたくさんで困っちゃうね本当にね。国取りも10時から始まりますし、うん、今回のねダッキーは揚力めっちゃ高い、これ揚力ナンバーワンかな。ダッキーは意外に揚力ナンバーワン、ドン、やっぱ揚力ナンバーワンだった。はい、なるべくねとつれるようにしたいと思います。百鬼彦があっという間に抜かれちまったな。うん、なので、はい、じゃああれか、力ナンバーワンはもしかして、あ、それは違うんだ、それはあいつじゃないんだ、このポカポカの彼、これがポカポカの彼が多分あれだよね、なんか用心棒だかなんだかそんな名前のやつがあれですけどね。
はい、ちょっと明日ね、ほんとまだやることいろいろあるんですけど、どうしようかね、本当にもう全く困ったもんだ。はい、ちょっと厄介もね、早々にゲットしたいなと思いますが、ダッキーがね、揚力ナンバーワンということで、すごいざんすね。これもなるべく育ててえなと思うので、できたらね、特攻ゲットしたいなと思います。まあ、ほんと防衛用って感じはするけどね。カイマだからちょっと使いづらいなっていうところはあるんですが、はい。まあ、いけるとこまで頑張っていきたいと思います。はい、じゃあすいません、今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、選べる流玉箱なんとかね、このミストシャドウの時とカイラの時か、はい、頑張れればと思います。こういう作戦にしていただいたんだね。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。また長い動画になっちゃった。